遊びに来てくれましたね。みんなすごいよ。サンライヒーローが遊びに来てくれました。改めてご紹介します。レミ、悟空の3人です。みんな大きな拍手。みんな今日は東映次元が違うんじゃ。あっという間に太陽系ごと破壊されてしまわれます。地球を破壊させてもらおう。破壊を楽しんでいたね。今全宇宙をかけた戦いが幕を開ける。地球は終わりだ。そったらそして現れる伝説の戦士スーパーサイヤ人ゴッド。映画ドラゴンボール Z 神と神、3月30日公開。あちらのピンクのお洋服を着ているお友達かな。何番だ。映画ドラえもん特製ステッカーがあるんです。あちらのお兄さん見てもらっていいかな。あちらお姉さんもたまたま持ってたシートをもらってスタートです。そして会場内3カ所、この東宝ブース両隣にありますトムスエンターテインメントブース、小学館集英社プロダクションブース行きます。さあこちらのマークが見えて